こんにちは。今日から長倉万事作、ポアール・ウィリアムスに関する20点と70点の思い出より、イリノイと暴走で手を振っていた人たちを2回に分けて朗読いたします。では、第1回目をお送りします。酔っ払ってぼんやりと夜中のテレビを見ていたら、アメリカの片田舎の街で、 通り過ぎる車に向かって一日中手を振っている二人の男のことが紹介されていた。イリノイ州だかどこだかの人口900人という小さな町。車は通り過ぎていくが、めったにその町に足を止める人もいない。二人のおっさん、実はこれが親子なのよね、が路上にガラクタを広げて商売をしている。 壊れかけた家具やら、水道の蛇口やら、中年と老年の親子は、そこでカウボーイハットをかぶり、道路脇に置かれた椅子に仲良く腰掛けて、日がな通り過ぎる車に向かって手を振っているのである。客寄せといった商売熱心な気配など微塵もない。ただ、好きで手を振っている。としか思えない。 アメリカ人のレポーターが彼らにインタビューをする。それによれば、ダイエットなど馬鹿のやることだと言わんばかりに肉太りしている息子の方は、大学で哲学の講義をしていたこともあるという。車が通り過ぎるだけの小さな町だから、一人でも多くの人間に立ち寄ってもらおうと始めた。町の人であれば、 必ず彼らに答えて手を振ってくれる。通りすがりの人々の中にも、笑顔で答えてくれる人もいれば、手を振り返す者もいる。心が通じたと思う瞬間はとても楽しい。何の反応もない人たちも、それはそれだけのことだ。道路端の哲学者はそう答える。その脇で彼の父親がニコニコ嬉しそうにしている。 何年も他人に向かって手を振っているうちに、独自の慈愛に満ちた境地に達してしまったという印象だ。こうしているのが楽しいんです。それだけでとても幸せです。肉太りの息子が本当に幸せそうな表情でそう言う。パパの方もうんうんとうなずいている。インタビューの間も、 彼らの前を車がどんどん通り過ぎていく。二人はインタビューに答えながらも車が通りかかると体がそういう反応をしてしまうのかすっと手が上がる。顔の方はテレビカメラに向いていても手だけは車に向かってしっかり振られている。それがおかしい。二人の呼吸がぴったり合っている。友達を作るのはとても簡単です。 こうやるだけでいいのです。と言いながら手を振ってみせる。彼らの後ろにはガラクタが転がっている。客の影はどこにもない。車は通り過ぎていく。二人はニコニコしながら悠々と手を振っている。そうしているうちに人口900人の小さな町の一日は過ぎてしまうのだろう。なんだか イワンのバカとか、ああいう民話集にでも出てきそうな世界だ。久しぶりに心が和み、大いに笑った。本当の豊かさって何なんだろう。なんてことは言いません。好き好きです。今日はここまでにいたします。長倉万事作、ポアール・ウィリアムスに関する20点と70点の思い出より、 入りの糸暴走で手を振っていた人たちの第一回目をお送りしました。ありがとうございました。